突然に届いたあなたの手紙に、ただ驚きを隠せず涙が溢れてきた。綴られた言葉は今も愛しくて、気まぐれなあの頃と同じようにそばで眠るあなたがいそうで、耳元をくすぐる甘い言葉なら、セリフはあなたの口癖だね。優しさに満ち溢れた言葉から笑ってるあなたが見えた。愛しい声を、優しい声を、あなたの声を聞かせて、今すぐ抱いて、その手で抱いて、私を離さない。空からの